はい、おはこんさつま、うしみでごわす。正月に関係する鹿児島弁なんていうものがあるのかちょっと調べていたんですけども、まあどうやらですね、存在するということですね。まあ今回紹介したいんですけども、まあ、孫鹿児島弁が、わこないやしたろ、わこないやしたろというものみたいなんですけども、いやー牛ほんと知りませんでしたね。こちらですね、ほんと知らなかった。こちら、わこないやしたろは、まあ、いつも調べている鹿児島弁ネット辞典という、まあ、サイトでは、わこなしつろ、わこなしつろ、わこないやしつろ、わこないやしつろという読み方もあるみたいなんですけども、まあ、こちらの方言はですね、正月の挨拶語、明けましておめでとうございますに相当という意味で、まあ、由来を見た限りでは直訳すると若くなられたでしょうという感じで、和子が若く、ないやしがなられた、つろがえでしょうという感じみたいですね。まあ和子とないやしはなんとなくわかるんですけどもね、牛もですね、まあ、この2つはよく聞く方言なんで、まあ知ってるかなって感じなんですけど、まあ場所によってはですね、こちらの和子ないやしつろは明けましておめでとうございますの代わりとして使われる挨拶みたいな感じで書かれていたんですけども、まあ牛の小さい頃というか、まあここ数年はあれの影響で集まれていないんですけども、まあ親戚の集まりとかでも普通にですね、明けましておめでとうございますでしたね。まあ牛のところはですけども、まあもしかすると他の鹿児島のご家庭ではこちらが使われているかもしれないですね。そこが気になるところですね。まあちょっと Twitter とかそういうので聞きたいところですね。まあ YouTube のコメントでもそういうのがあったらぜひ教えてほしいです。世界は喜びが